T シャツを着ようって思うと、うん、胸にこう布が引っ張られてしまってお腹がすごい太って見える、うん、なんか自信が持っててこの夏 T シャツ1枚でも外出ていきたいなっていうふうに出たら見てすごいやろかわいいかわいいびっくりです自分がこういう感じやめこんにちは、あやこです。今回はゲストをお呼びしてます。下着の悩みとか、あとはコーデの悩みっていうのを、まあ、抱えているニカちゃんです。ニカです。ニカです。まずはじめにニカちゃんの下着とかコーデの悩みっていうのを聞いて、それをどう変えるかっていうのをこの動画でお見せしたいと思いますので、ぜひ下着の悩み、あとはコーデの悩み、胸が大きくてちょっとこういうことが悩みですみたいな方はぜひ動画を参考にしてください。ニカちゃん普段は結構下着とかってどうやって選んでるの？下着は。あのコロナで試着ができませんって言われた時期とかに買ったのが最後だったので、なのでその時にもう見た目なるほどなるほどこれかなで選んじゃってます。で今日着てくれ、はい、ちょっと実はなんか私言われた事前に聞いたサイズとほんまかと思ったんで、で測ったことが本当ないって言ったから、今日はちょっとまず正しいサイズ知ってもらおうかなと思ってて、であのバストケアについても知識がなくて悩んでるって言ったので、やっぱ下着ってすごいバストケアまず土台作りなので大事かなと思うので、そこの正しいサイズっていうのをちょっと測ってみて、今かっこいいんだけど、ねかっこいいんだけど、ちょっと普段と違った感じがいいね、はい。ちょっとチャレンジ、チャレンジで、はい、ねちょっともう。見て、かわいい。全てちゃんとこだわり抜いてやってくれてるけど、ちょっと変えていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。では今からちょっと早速採寸していきたいと思います。こういう感じでやってもらって、お願いします。はい、ってことで分かりましたので、ちょっと。あったサイズのブラザーを変えたいのと、ちょっとバスト周りがあの大きいとこうすっきりしないとかすっきりスタイリッシュにできないっていう悩みを聞いてたので、私がねモデルさせていただいてるブランドさんからちょっとご提供いただきましたので、あったサイズのすっきり見せるブラをまずつけてちょっとビフォーアフターっていうのをお見せしたいと思います。ここの肉をこうやってちょっと持ってきて、そうそれそのままぐーっと上げたら見てすごいやろ、ほんまにすごいわ。そう、これ、本当にこんだけお肉って胸のお肉入れれるから、そしたら、ということで、実際にサイズ測って、ブラジャーを着用していただいたんですが、やっぱりね、思ったよりね、事前にいただいたサイズと、スカップ、違いがありました。スカップ。うん。やっぱり、正しい下着をつけて、こう、しっかり入れ込むと、ふっくらなったよね。はい。ね。カメラ回るとめっちゃ喋らなくなる。ブラですごい変わるので、うん、シルエットって。で今回は、まあ、スタイリッシュとかスッキリ着こなしたいっていうのもあったから、ちょっとブラもスッキリめのルアーネさんも使ってるんですけど、本当にやっぱ自分の正しいサイズ知ってそのブラをつけると本当にボディシルエットも変わるので、そこはね動画見てる方でちょっとバストケアしたいなっていう方はまず自分の正しいサイズを知ってフィッティングしてもらって身につけるっていうのをおすすめします。ということで実際にちょっとイメチェンしていきましょうか。はい、はい。こんなの可愛いから、こんな可愛い顔してるから、もうめっちゃ可愛い。ほんまに可愛い、ほんまに似合ってる。はい、では続いて彩香さんに来ていただいてます。彩香さんご存知の方はあの OY のねインスタライブでおなじみなのでいらっしゃるかなと思うんですけれども、今日もちょっと素敵に来ていただいてるんですが、まあね、こうインスタライブでいろいろ発信されているので、悩みないんじゃないかなと思うんですが、どういった悩みがありますか？はい、私結構カジュアルなお洋服着るのが好きなんですけど、はい、やっぱ T シャツを着ようって思うと、うん、こう胸にこう布が引っ張られてしまって、お腹がすごい太って見えるとか、寸胴に見えるっていうのがすごい私の悩みなんです。なるほど。じゃあ、まあ、T シャツを使ってボーイッシュっていうところでちょっと
していきたいなと思います。事前にこういう感じになっちゃうんですっていうのは撮っていただいて、こんな感じなので、まあ、このねボーイッシュな感じをスッキリよりスタイルアップに見せるようなポイントを入れつつコーデを作っていきたいと思います。でまずは今回もスワーネさんのねブラ、スッキリブラをご提供いただいているので、それを使いながらまず一旦土台作りっていうのをしていきたいと思います。ということで、今スッキリブラ着ていただいたんですけど、もうビフォーアフターちょっとお見せしますけど、結構サイドからも正面からも変わってるなと思って、どうですか？びっくりしました。自分もすごいスッキリしてて、横から見た時にここの何膨らみが収まっ、なんか綺麗に収まってる感じがして、うんうん、ここがちょっと違うかなと私も思って、うん、はい、綺麗なそのバストボリュームではあるけれども、うん、本当スッキリ見えてるなと思うと、はい、質さとか大丈夫ですか？付け心地がすごい良くって、ですよ、ね、はい、私ともワイヤー付きのブラジャーしてるんですけど、これノンワイヤーって伺って、うん、なんかもうノンワイヤーなのにしっかり支えている感じがして、うんうんうん、すごい付け心地いい。ここのテープの厚みはちょっと独特で、華奢ではないんですけど、うん、それが余計サポート力とかフィット感が増すので安定感あるから、うん、結構動かしても動きずれにくかったりとかするんですけど、はい、そしたらここからちょっとカジュアルコーデをちょっとワンポイント付け加えて変身したいと思います。ということで、じゃあどうぞ。めっちゃスッキリになってますね。どうですか、着てみて。なんか私元から着ていたものかなって感じがしたぐらいすごい綺麗に着られてる気がします。胸が大きいとここが目立っちゃうっていうので、結構そこが悩みって言ったんですけど、まあ、ブラジャー変えていただいて、であえてハイウエストパンツで足長見せつつもインしました。で多分通常ぐらいインしちゃうともっとボコってなるから結構悩みがちなんですけど、スッキリブラだとやっぱそこの部分がスッキリ、押さえたもトップも上がるので、だ、はいぶ綺麗ですけど、こうやってハイウエストでインしても着れるかなと思います。着てきていただいた白 T でちょっと変えてみようかなと思ったんですけど、まずはここ袖を始め長かったんですけど、ちょっとまくることによって肌見せがの部分が増えるので、やっぱ抜け感とか、うん、っていうのめっちゃ大事で、スッキリポイント、うん、あとね、ちょっと手も長く見やすいんじゃないかなと思います。あとはコックストレートさんなので、はい、ネックレスちょっと長めのもの、私はウェーブだとちょっとこういう華奢がいいんですけど、うん、ストレートの人ってこう結構大ぶりの長めのものがスタイルアップにいいっていうのを聞いたので、うん、こういったネックレスあえてポイントゴールドでやってます。うん、かわいい可愛いです。なんかこれなら自信を持って夏もこれだけで上着とか着ないで出れそうなので、ね、あと、まあ、こういったガチカジュアルでもいいんですけど、もう少しと女性らしさ出したいなと思ったら、黄色いバルブパンツとかでちょっとこう大人カジュアルみたいなのもできるんですね。そういうのだったらあえてこう前だけインしてみるとか、でしても胸が大きい人はスタイルアップのポイントかなと思います。全部出しちゃうとどっちもね言ってたけど、割れてニットさんに間違われちゃったことあるし、なかなかでも全部インすると目立つの嫌だなっていう方は前だけちょっとインするっていうコーデもおすすめです。あともう一個ちょっとポイント言うと、こういうショルダーバッグにすると気温ってなるじゃないですか。ちょっとこれかけてもいいですか？はい、なんか受賞式ね、はい、これいきますよ。はい、あら、にくいんですよ。すごい、これびっくりしますね。はい、見えますか？見えるかな？見込んでない。普通のブラだとやっぱ谷間ができちゃうんで、胸が大きい方って、うん、余計目立たせちゃう、うん、シートベルトとかも、うん、でもこれだとフルカップでしっかりここでなんていうか押し返してくれるというか、うん、なのでパイスラッシュもありにくくて、うんうん、すごい、めっちゃ綺麗、安心感があります。すごい、すごい。ということで、あやかさん、はい、どうでしたか？はい、最初すっきり見せるブラということで、うんうん、お話しいただいてたんですけども、こんなにすっきり見えると思わなくって、うんうん、いつものやっぱ下着だとここがこうモリッとなってしまったりとかして、ね、こう悪く目立ってしまうなっていうことがあったんですけれども、うんうん、今回 T シャツ着てみて、うん、なんか
自信が持ってて、この夏 T シャツ1枚でも外出ていきたいなっていうふうにすごい思いました。いいコメントありがとうございます。ぜひカジュアルのもうお綺麗なコーデも可愛いんですけど、こうね、いろんなこうコーデができるとその時の自分をより楽しめるというか、思うので、まあ、ブラの選び方もそうですし、コーデに合わせてブラを変えるっていうのをぜひしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。失礼します。かわいい。ありがとう。もうかわいい。こっちもめっちゃいいと思う。さっきのねスタイリッシュな感じも良かったんだけど、ちょっとあのいつもと違う雰囲気にもしてみたいって言ってたので、ブラジャーもそうなんですけどコーデもちょっと変わっててみました。今回ちょっとポイントはバストを目立たせたくないとはいえど、ここのメリハリがないと太って見られやすいから、スッキリが着てるのでちょっとこう絞れるようなこのリボンを持ってくるワンピースにしてみました。でこのちょっと幅感が、ね、若干厚めなので、結構ここでメリハリができるっていうのと、あとこの位置ちょっと上げれば足長効果もできるのがいいところと、あと結構私ポイントなのがこのデコルテ。デコルテがやっぱこう詰まっちゃうと重たい印象になるから、あえて V とかですっきり抜け感を出してみました。で、ね、これちょっと可愛いの後ろ見て、このさ、この見てこの感じもさ、めっちゃ可愛くない？とよくこういう感じでマージングはね、こういう感じ。可愛い可愛い。そうめっちゃ可愛い。なんかちょっとさっきのも可愛かったんだけど、やっぱこういうちょっと女の子みたいなのもすごい似合うし、そうでちょっとね メイクとヘアをちょっとだけチェンジさせてもらって超似合ってるよ。どうせめっちゃ可愛い。本当に似合う。なんか どう実際着てみて。普段しない格好すぎて、スカートも履かない、あんま履かないからちょっと恥ずかしいというか、テレちゃうあとびっくりです、自分がこういう感じで。いやめっちゃいけるのだって。外見変わるとやっぱ内面もこうちょっとね買ったりとか、ちょっと買いに行くみたいな、それも楽しいし、この洋服のイメチェンするときに、例えばこういうファッションだったらこういうブラ使ってみようとか、今回も、まあ、これだけでも可愛いけどちょっとボリュームが多いか大きくて目立つの嫌だなっていうときはスキルブラとか使ってやるっていうのがいいかなと思って、めっちゃ似合ってます、今日はありがとうございました。またぜひなんか出てください、はい、またお願いします。お願いします。ということで、じゃあまたねー。こぼしてもらった。あるある。悔しい。くそー。めっちゃ目立つ。目立つ？目立つよ。ほんとここになんかつけちゃうっていうのもちょっと悩みかもしれない。